下町のしんちゃんさん。下町のしんちゃん、はい、はい、65歳の方なんですが、はい、歌番組の思い出といえば、うん、東京の学校に入学して、うん、上京したのが昭和44年。へえ。華やかな世界に憧れて、はい、新聞の求人広告で、はい、小道具会社を見つけ、へえ、そこでアルバイトをしました。派遣されたのが当時川田町にあったフジテレビ。おお、懐かしい。はい。夜のヒットスタジオ、夜のヒットスタジオで。ヒットスタジオ必ず噛むのは何なんですか。ヒッタヒッタって。まあ、あのプロデューサー引きたって言ったあ、それでもうさっきよかった作家の人ね、名前が玉井さん。あ、玉井清さん。玉井清さん。今でも現役で頑張ってらっしゃる。はい、はい。夜のヒットスタジオで、うん、初めてアッコさんが出るというので、私アッコさんのファンでしたから。ありがとう。でしたから、はい。はい。ワクワクして待っていたんです。はい。そしたら、マネージャーさんに連れられて、はい、アッコさん一人でスタジオに来られて、はい、スタッフに小さな声で挨拶をされました。はい。生番組ですから、はい、僕らがセット替えをしてる脇で、へー、着替えをするんですが、でも当時着替え室などなく、うん、みんな隅に敷かれた古畳の上で着替えをしていました。これ分かった。あのね、歌のそのオープニングで歌いながらこう歌手の紹介するんですよ、はいはい、で、まあ、次の歌ね、じゃあまあ今の私で言うと、この間やったその水音楽祭じゃないけど、あの私がおばさんになっても泳ぎに連れてくのぐらいで、はい、でタラララララ何億光年で山口百恵さんが出てきた、そういうのあるんですよ、はいはい、で何組か忘れましたけど、それが出ると今度歌謡コントっていうのがあったんですよ。塚田さんって作家か、これまた有名な塚田さん、うん、はい、それでそのコントの衣装替えをするんですよ。上からこう上っ張りの衣装からコント用の衣装に着替える。そうですそうですそうです、ヒットスタジオはそれがありました。ああ、それが、はい、まあ、慌ててやらなきゃいけないっていうのもあって、はい、スタジオでそれは、はい、隅に敷かれた古畳の上。そうですそうです。でアッコさんは、はい、恥ずかしくてなかなか着替えができず。本当ですか。マネージャーさんに叱られて、うっすら涙ぐんでいたのが何の役だったんだろう。痛ましく思えたのを思い出しておりますと。そうだそうだ、今本番で着替えるってありえないから何かなと思って。そう、でもだって当時アッコさん歌謡劇場かなんかそういうのであったんですよ。 まだ10代とか、ね、もちろんですね。それはやっぱ酷だったんですね。だからアッコさんは実はナイーブで優しい人なんですよ。いやいやいや、どうか分かりません。実はとか不安でしたとかってのやめてくれなるほど、懐かしい。ありましたありました。でも生放送で歌歌って衣装でコントに着替えてコントやってまた戻って歌に変わって、そうそう、ね、東京ロマンチカの皆さんたちとよくやりましたよ。前田武彦さんと吉村麻里さんがまだ司会の時じゃないですかね。あ、そう、確かで吉村麻里さんだけが残られて、はい、あの井上純ちゃんとやられたりとかあったけど、はい、確か古田さんがやったりとかね。そう、あ、そうだね。古田君になってからだいぶもう あの新しく、私にはすごい新しいと。ああ、もう相当夜ヒットの中の歴史の中でも、そうそうそう、後半の方なんとなく、ね、うん、ありましたね。結構だから懐かしの歌番組の思い出が皆さんあって、じゃあ私ぐらいの世代の人みんな歌番組懐かしいんだ。そうですね。下町のしんちゃんさんはもう65歳の方ですが、はい、これ静岡県のひろママさんは50歳の方で、はい、ファックスでいただきました。はい、あの今日のアッコさんの歌番組の話懐かしく聞いています。私は月曜日の歌番組の生放送を見に行ってました、うん、でこの観覧のためには往復はがきを送って、紅白ベスト10ですかね、抽選で当選して初めて見に行けるんですが、うん、何度か NHK のレッツゴーヤングと、はいはいはい、NTV、まあ、日テレの歌のトップ10が両方当たって、はい、トップ10は私と新助さんです。公開で、はい、渋谷公開で。いや、渋谷公開では誰がやっても渋谷公開とで、ずっとあそこでやった。あそこでやったんですね。はいはい。で、その掛け持ちで見に行った記憶があります。30年前のことです。ああ、じゃあトップ10ですね。ああ、私と新助さんが司会の時、あこさんの話を聞きながら月日が経つのは早いものだなと感じています。本当ですね。もうね、いつも言うんですけど、今一番って言い方変ですけど、まあ、嵐とかすごいじゃないですか、はいはい、同じジャニーズ系でも、はい、もうスマ
私と新助さんが司会してる時の、諸星たちの光源氏、もうこれはね、渋谷公会堂がもう揺れてましたね。今声出ないけど、それでスタンドマイク確かあるとすると、私と新助が、ハンドマイクだったか忘れましたけど、どっちにしろ私と新助がもう、新助さんが二人並んでるんですよ。並んでるけど、光源氏ですった時のこの全員がキヤーっていうので、ねえ新助って私が言っても聞こえないし、新助も、新助もあこさんって言っても聞こえない。トークができないと思う。ものすごかったですね。それであの狭いステージで彼が考えて、よくあのローラースケートでね、確かに本当にそうか、すごいことでしたね。ステージでローラースケートで、おはようございますねんねんでーすって来て歌ってる時に、しんすけと、おい歯の裏真っ暗やな、うつるタバコの匂いプンプンやねんとか名前は言ってますよ。本当の裏話ですね。アイドルですね。アイドルマシナよ。あ、そうですか。トップアイドルで、はい、懐かしいけどね、はい、言われたらこうやって思い出すんですよ、はいはい、もう遠い昔のことだからさ。 そうですよね。それはもう経験してる記憶の数が、でこれラジオネームブルーバードさん、53歳女性の方、はい、昔は確かに歌番組良かったですね、楽しかったですね、私学生時代公開放送が多くて、はい、学校帰りに渋谷公会堂、はあ、日本青年館、はあ、NHK ホール、はい、などよく出かけました、はあ、いい時代でしたよね。アッコさん、体調どうぞ気をつけて、これからも頑張ってくださいね。 ありがとうございます。セーフでじゃあ行ってたんですか。行ってたんですかね。私の、ファンの人も60過ぎたファンが多いんですけど、はい、セーフで来たら私は帰れっつってましたからね。あ、そうですか。はい、一回家帰って、はい、いらっしゃい、出待ちとかあったからね、そうすると家帰ると今度来るのが7時ぐらいになります。それはご縁がないね。学校の先生みたいだな。平気で言ってましたね、そういえば。いや、そのファンもずっとアコさんと共にですよね。ありがたいですね。私が年取っても私の歌聴いて元気になるとかって言われると、私はちょっとでもちゃんとした歌をお届けして、みんなと一緒に年取っていかなきゃいけないなと思いますね、本当に、はい、頑張んないと。その一方で、はい、岸田万博が楽しみですという。本当に決まったの、発表になったんです。なったんですね。内緒、私ね、本当に内緒、なんで内緒しなきゃいけないの。やっぱりそれは発表するタイミングでみんなにドンと驚いてもらおうということで、そのタイミング待つんですよね。言われなくても分かってんだけどさ。そう一応なんでっつった時、そうしねで終わってくれりゃいいの、分かってるわい、そんなこと。あれ、何その口で今日耳遠いんじゃなかったでしたっけ。なんか下打ちをよく聞こえるなと思って。反抗期だな。すいません生放送の発表。埼玉県の桶川のキッシーズさん、はい、アッコさん、今年も岸田万博出演ありがとうございます。はい、もう出させていただきます。頑張ります。あまりにも嬉しくてメールしました。あ、嬉しい。私は毎年岸田万博大好きで参戦してるんですが、そうなんですか。昨年のアッコさんの生歌に感動し、はい、もうサングラスの中涙でいっぱいになったんです。岸田コスプレの私のサングラスの中が涙でもういっぱい、はい、今年もアッコさんに会えて生歌が聴けると思うと、はい、楽しみで仕方ありません。ありがとうございます。今年も素晴らしいステージを期待しております。もうね、発表になったからね、これからですよ。いろいろ考えてるのはやっぱり去年と同じでは良くないし、またね、日曜日だから、いつだったっけな、9月20日日曜日。そうなんですよ。千葉県袖ヶ浦海浜公園だから、私のいつも言う歌手、そういうバラエティやって歌手やるのは難しいんですよ。切り替えがね、日曜日はやっぱりお昼ね。でも暮れもあるんですよね、ディナーショー。やっぱりお客様がいらっしゃるのは金土日とかあるんですけど、去年と違うこと、去年やっぱり ステージから見て もうみんな乗ってくれたし、それで泣いちゃってる人もいましたから、はい、歌によってはね。そうですよね。だからやっぱり私の歌で元気を与えたいから、こう発表になった時点でこれはもう曲のこう選択ですね。そうですね。あんまり言っちゃいけない、さっきのオープニングの、はい、ピチカートファイルのカバーのね、ああいうのもいいかな。悲しい歌、はい、あれももしかしたら候補の一曲かもしれない、ひょっとして。はい、はい、まあ、キッシーズさんが岸田万博らしく震えて待ってますと言っていただきましたんで。もうだって、はい、去年昨日かな、前の小路と電話で話して、
明日ラジオでひょっとしたらそんな話題出るかも分かんないよ、あいつ今ツアーで回ってるから、はい、そしたらあの去年はここでアッコさんにステージでね吹っ飛ばされましょうとかって言ってたから、あ、まあ今年はどんなフレーズでね、多分半殺しとかそれぐらいになるんでしょうかね。恐ろしいですね。いや、まあ、楽しみにします。まあでもフェスですから楽しみですね、はい、もうお天気になってくれればいいですけどね、はい、2月20日日曜日です、はい、ぜひぜひ、はい、それでは、はい、今日最後の曲になってしまいますが、曲いきましょう、はい、だいぶ時間経ってますけど、はい、大丈夫です、はい、徳光和夫さんが特に大好きな、はい、1978年のナンバーです、はい。